ベサ1万系で蘇生された特急鮮魚貨物列車、飛び魚貨物列車とは、日本国有鉄道や私鉄がかつて運行していた魚介類輸送のための貨物列車。運ぶ商品の性質上、古くから速度向上の努力が続けられてきた貨物列車でもある。明治時代には魚運車と呼ばれる鉄道車両が用意されて魚介類の輸送が行われていた。 後の通風車に似た構造で氷を使用して冷却したとしてもその冷却効果は長くは続かず長距離輸送は困難なものであったこのため沼津新橋間などの短距離で一般の貨物列車に連結する形で運行が行われていた国鉄だけではなく国有改善の主要施設でも魚運車を所有し運行していた国有化後の1911年には記号 が与えられ、19形式116両が使用されていた。大正時代に入り冷蔵車が普及してくると、これらの魚運車は急速に利用されなくなり、1925年までにすべての魚運車が形式消滅した。1908年に日本で最初の冷蔵車であるレイチ型が登場し、冷蔵鮮魚輸送が始められた。下関新橋。 青森上野間などで輸送が行われ、高成績により、荷主の間で冷蔵車使用権が奪い合いになるほどで、あった。冷蔵車は主に漁港の近くの駅に常備され、大都市の市場に隣接して設置された市場駅まで輸送が行われていた。1927年12月15日には、下関京都間に貨物特別急行列車の運転が開始された。単なトンネルと、 岩徳線の開通を受けた1934年12月のダイヤ改正では、下関と潮止めを48時間40分で結ぶ、鮮魚貨物列車をはじめ、数多くの鮮魚列車が運転されるようになった。東北方面から東京へ、鮮魚輸送する列車の中には、深夜に運行されていない、電車線を利用して、東京駅を通過して市場へ急ぐものまで、存在していた。 こうした冷蔵車を利用した輸送では、現代の冷蔵トラックとは異なり、機械式の冷凍機を用いて冷蔵が行われるのではなく、車両には断熱構造があるのみで、氷を用いて冷却を行っていた。木や、後には発泡スチロールの箱に魚を入れ、砕いた氷を一緒に入れる、抱き氷と呼ばれる方法が用いられていた。また、 市場の相場に応じて列車の走行中に冷蔵車の着駅を変更する着駅変更や市場駅に到着した後相場が上がるまで即戦に冷蔵車を留置したまま魚を保管しておく着駅留置といった柔軟な輸送が頻繁に行われていた。これは荷主にとっては非常に便利なものであったが列車の運行計画、車両の運用計画が立てづらく輸送当局にとっては 悩みの種であった。鮮魚発送量の主位は、多くの時代を通じて、下関駅で、下関からの荷主は、林県商店が多かった。このため、毎日山陽本線を、行き先不明、着火種不明の冷蔵車が走り回っていた。第二次世界大戦中は、輸送事情の逼迫により、冷蔵車はほとんど、有害車代用として使用され、鮮魚輸送のほとんどは停止された。 戦後は、冷蔵車の多くが、新中軍に接収されて、新中軍向けの食料輸送に使用された。そうした中でも徐々に冷蔵車の心臓が進められ、鮮魚輸送が再開されていった。1960年代半ばより、地方の漁港で水揚げされた鮮魚を、首都圏や近畿圏といった大都市圏に輸送するため、下関、博多等を拠点に貨車が集められ、 専用列車が運行されるようになった。魚介類の鮮度を保ち、長距離輸送の分野にも進出著しくなってきたトラックに対抗するために、デサ1万系のような高速に走行できる専用貨車が開発された。デサ1万系を使用した特急貨物列車、トビウオ、銀ン,ンは最高速度時速 100km を誇るなど代表的な列車であった。三陸方面からも、 急行貨物列車、東六ろ1号が設定されている。道路網の拡充が進展するにつれて、鮮魚輸送へトラックが進出してくると、昭和40年代から国鉄の冷蔵車輸送は次第に衰退していく。昭和50年代後半になると、その衰退は急激なものとなり、トラックに対抗するために運転されるようになった特急鮮魚貨物列車も例外ではなかった。国鉄では、 輸送量の減少と特急貨物列車のコンテナ化が進んだことに伴い専用貨車が廃止されていった。冷蔵車もその例外にとどまらず輸送規模を縮小しながら私有の冷蔵コンテナに移行していった。結果、冷蔵車は JR 貨物に一両も承継されず、鮮魚貨物専用列車は1986年までにその歴史を閉じた。それ以降の鮮魚輸送は 自由冷蔵コンテナを使用して高速貨物列車等に積載する形で行われている。私鉄においては国鉄のような水揚げ港から卸売市場に輸送するものは少なく市場から沿線の小売業者などに配送する役割が中心であった。大手私鉄では京阪電鉄などが鮮魚などの食品輸送を行っていた。主に電動貨車や貨物列車を使用しており、 営業用電車からの改造車や新規に製作された車両もあった。地方施設では、機動車の端に、鮮魚台と呼ばれるカゴを設置して、乗客と共に鮮魚を輸送していた。大手施設と同様に、電動貨車や貨物列車での輸送も行われた。電動貨車は、鮮魚と他の食料品を混載する場合、魚採車といった名称で呼ばれることも多かった。これらの施設で運行されていた。 専業貨物列車は近畿日本鉄道の専業列車のような例外を除き、大都市圏では道路輸送の拡充で比較的早い時期に姿を消している。地方施設では相次ぐ廃線や合理化で廃止され、貨物を運ぶ専業列車は消滅した。なお、国有化前の魚運車を含めなければ、施設が所有し運行した冷蔵車は、 大沼電鉄と有田鉄道の2社の合計3両で国鉄から譲渡されたレ1300型を短期間使用したのみである。ありがとうございます。